日本大学は16学部、通信教育部、短期大学部、大学院からなる日本最大級の総合大学です。教育理念は自主創造、学生が自ら学び、自ら考え、自ら生きる道を開いていく精神のことであり、日本大学マインドを持って主体的、積極的に社会をリードしていく人材を育成しています。日本大学マインドとは、多様な価値観を受け入れながら日本の文化や性質についてきちんと理解し、社会に貢献しようと努力する姿勢のことです。日本大学の歴史は130年以上前に遡ります。1889年、日本初の司法大臣山田昭義を中心に前身となる日本法律学校が創立。1903年に日本大学と改称し、以来常に世界的な視野と自主創造の精神で大学教育、研究をリードし続けてきました。長い歴史とともに培われた教育力で、数多くの卒業生を社会に送り出してきた日本大学。国内最大級のスケールを誇る総合大学である一方で、学生一人一人へのきめ細かな教育を実現しています。合言葉はパワーバイアシスト。日本最多の学生数や校友数、あらゆる学問領域を網羅するパワーの日大。学生のことを一番に考えた手厚いサポートで、未来を切り開く学生を支えるアシストの日大。大きく強く、近く優しく、日本大学は学生に寄り添い、それぞれの未来に向かって頑張る学生を応援します。ここでパワーとアシストの日本大学について4つのポイントをご紹介します。まず1つ目は、豊富な学部、学科による多彩な学びです。文系、理系、医師薬系から通信教育部、短期大学部まで、豊かな学びのフィールドが多方面に広がっています。16学部の豊富な学問分野の中から学びたい分野が必ず見つかるでしょう。キャンパスは都内にとどまらず、福島県、千葉県、神奈川県、静岡県へと広がります。そこで学ぶ7万人を超える在学生は、それぞれに多様な夢や目標を持ち、互いに刺激を与え合いながら大学生活を送っています。学部、学科を超えた交流も盛んに行われています。全学共通教育科目の自主創造の基礎の授業では、日本大学の学生として身につけるべき基礎的素養を学びます。授業の中で行う日本大学ワールドカフェでは、学部を横断してグループワークを行い、互いの価値観を共有します。キャンパスをまたいで新たな出会いが生まれるため、学生にも人気の授業です。すごい、なんか真面目そうかなって最初は思ったんですけど、法学部はすごい楽しかったです。芸術学部はやっぱ絵描いたり、やっぱすごい芸術的な学部で、本当すごいなって思いました。楽しかったです。とてもよく喋る人なんだろうなと思ってたら、やっぱりよく喋るし、笑い声もでかいイメージ通りでした。またこういう機会があるんだったら、また参加してみたいなって思いました。これらの学びを支えるのは、多彩な学問分野を極めた教員陣。高い指導力を持った教員が学生一人一人に寄り添い、親身に指導を行っています。学びの環境も充実しています。大学図書館の蔵書冊数は約550万冊。日本大学の学生であれば、他学部の図書館も利用できます。その他にも、併設の学部資料館や博物館、付属病院など、学びのフィールドは大きく広がっています。国際交流にも力を入れており、世界各国の大学などとのネットワークを活用した様々な国際交流プログラムを用意しています。国際化推進室が実施する全学の学生を対象としたプログラムのほか、
各学部が行う専門性に合わせた海外留学、研修、実習やフィールドワークなども展開しています。2つ目のポイントは最先端の研究です。総合大学の強みを生かし、豊富な研究者と充実の研究環境の下で異なる分野を融合した研究が数多く行われています。大型の研究施設や最先端機器を導入し、幅広い分野の複合的な研究にも対応しています。これらの研究成果を教育に還元し、社会へ発信することで産業界、政府、大学をつなぐサイクルを生み出しているのです。日本大学は新たな製品開発や新サービスを提供する橋渡し役として、社会貢献活動、地域連携活動も積極的に展開しています。また科学研究費助成事業と呼ばれる、社会科学から自然科学まであらゆる分野にわたり、オリジナリティのある研究に対して助成される研究費を多く取得しているのも日本大学の特徴です。学部や学科を超えた研究により、多角的な視点から社会の課題解決に貢献しています。3つ目のポイントは安心と充実の学生生活です。学生が経済面でも安心して学習に取り組めるよう、独自の奨学金をはじめ60種類を超える奨学金制度を設けています。奨学金の大多数が返済不要で、その給付額の総額は全国でトップレベルです。また地方出身者の一人暮らしを支援する学生寮も各地に充実。生活に必要な家具家電が揃った学生寮で、経済面、安全面をサポートしています。食事付き、常駐マネージャー付きの提携学生寮の紹介も行っています。課外活動に熱心に取り組む学生も多く、学生のやってみたいという意思を尊重し、活動を支援するプロジェクトもあります。自主創造プロジェクトでは、学生自身が発案し、学部を超えて連携し合う取り組みに対し、大学が補助金を支給しています。授業外でも学部間交流を促進することで、より有意義な学びの機会を創出しています。大学生活を豊かにするクラブ・サークル活動も活発に行われています。体育会系、学術、文化系含め、多くの団体が個性豊かな活動を行っています。4つ目のポイントは、夢を実現する進路・就職サポートです。日本大学では全学におよそ80名の専任の就職支援スタッフを配置しています。全国トップクラスの支援体制で、大学本部と各学部が連携し、学生が理想の働き方を見つけられるよう背中を押しています。1889年創立時からの卒業生総数は120万人以上。官界、経済界、スポーツ界や芸能界などのあらゆる分野において、全国各地で卒業生が活躍しています。日本大学出身の社長数は10年以上トップをキープしており、就職支援にも協力してくれています。幅広い業界から企業・団体が参加する合同企業研究会や就職セミナー、卒業後に地元や地方での就職を希望する学生に向けた UYJ ターンの就職プログラムも充実しています。それぞれの希望に合わせ、学生の将来を一緒に考えています。日本大学では国家公務員総合職をはじめとしたすべての公務員を目指す学生への強力なバックアップを行っています。大学が費用を補助する公務員試験対策講座や集中講座、現役公務員との情報交換会などを豊富に実施。その結果、数多くの卒業生が公務員として各地で活躍しています。さらに資格取得に挑戦する学生へのサポートも充実。
サポートを行う資格は多種多様です。高い専門性を身につけ、就職活動やキャリアアップの武器として活用することができます。それでは16学部のキャンパスを覗いてみましょう。このように日本大学の学生たちは充実したキャンパス環境で豊かな学生生活を送り、社会へ羽ばたいていくのです。あなたも日本大学から未来に向かって羽ばたいてみませんか？明日の日本を動かす一人一人を、日本大学から。